今回 RX で採用したレーザーカット工法は、豊かな木の表情と金属のシャープな質感、2つの相反するものを違和感なく融合させる新しい表現手法です。ヤマハでは加色パネルの強度を高めるために、木材の間にアルミ材を挟み込み、それをプレスして1枚のシート状に加工しています。このシート表面の化粧材をレーザーで焼き切ることで、内部のアルミ材を露出させるというのがレーザーカット工法の特徴で、他メーカーでは真似できないヤマハならではの技術と言えます。一つとして同じ木目はないと言われているように、木には一本一本個性があります。レーザーを当てた時の燃え方も違うため、アルミ材の色がうまく出ないこともあります。そのためレーザー加工中の木の燃え方や出来上がり品質に応じて設備設定を変え、常に最適な環境でレーザー加工を行っています。これによりアルミ材の白さを生かしたムラのない美しいラインを実現することができます。100年以上にわたりお客様の耳と目を楽しませることにこだわってきたヤマハブランドの遺伝子を受け継ぎ、私たちカーパーツ事業部は25年の月日をレクサスと共に歩んできました。ヤマハのクラフトマンシップをぜひ感じてください。